消滅可能性自治体は2020年から50年までの30年間に20歳から39歳までの女性の人口が50%以上減少すると見込まれる自治体を指します分析をした人口戦略会議は道内の117市町村が消滅可能性自治体に該当すると発表しましたこのうち人口の自然源社会源の両方で対策が極めて必要とされたのは 東別町と歌多内市で歌内市の女性の減少率は道内最大の86.7%でしたまた札幌市は消滅の可能性は低いものの2050年の人口が151万人まで減少すると推計されました